今夜の動画は腕の使い方ってものを皆さんにちょっとね教えたいと思います。最後までご視聴いただけると嬉しいです。お願いします。代表ワールドカップ決めたね。イタリア代表がワールドカップ行けないことが悲しい奥田でした。ここで切られるかもしれない、やばい。今夜の動画は腕の使い方ってものを皆さんにちょっとね教えたいと思います。最後までご視聴いただけると嬉しいです。お願いします。ハンドアクション協会会長の奥田です。あ、ぜひ務めていただきたいですね。はい、そこは、はいはい、ハンドアクション協会があるんです、ね。はい、その協会シリーズ好きなんです。ということでね、今回は私奥田のクライアントであるシングルマスさん、はい、シングルマスさんって言ってもマスさんも皆さんと一緒で大人からゴルフを始めた方です。はい、ですね。はい、学生時代はバレーボール部でした。はい、はい、バレーボール部でセッターをやってました。セッターやってました。はい、バレーボール部ですね。はい、私奥田はサッカー部ですね。サッカー部と帰宅部か。なるほど。っていうことなんで、マスさんも僕のWSL で出会ったことってまだ120叩くゴルファーですよね。100叩きゴルファーですよ、ね。まあ、皆さんと一緒ですよ。はい、だから、はい、多くの一般アマチュアの方が100切れないで悩んでるので、そのマスさんもその一人でした。そうですね、が今やシングル、はい、すごいですね。はい、これは何でかって言ったら、やっぱり正しい腕の振り方っていうものを覚えたからっていうところがあって、その腕の正しい腕の振り方を覚える一つ、はい、WGSL の定番ドリルが膝立ち打ちです。膝立ち打ち。アイアンですよね。これは定番ではない。これ映像映ってるのは定番じゃない。これは難易度が高すぎる。はいはいはい、これほんまにうまい。これまりうまい。負けます。こんな打てないです。これは皆さん、あのね、簡単やと思ったらダメです。これはえげつないぐらい難しいです。はい、これで常にまっすぐ飛ばす奥田はやばいと思った。やばいですね。やばいですね。やっぱ神なんでね。ハンドアクション協会の会長なんで、やっぱり。そうですね。会長です。会長なんで。会長ともなると。で、皆さん多分ね、これ打てない理由が、正しい腕の使い方、腕の振り方ってものが単純に理解不足なんですよ。単純に下手くそとかゴルフが下手とかセンスがないとかそういうことじゃなくて、単純に知識がないだけ。だってね、私奥田もアマチュアです、マスさんもアマチュアです、で大人からゴルフを始めた皆さんと一緒のただゴルフバカです、ゴルフを愛してるゴルフバカじゃないですか。それやのに打てるようになったっていうのは、やっぱり正しい腕の振り方ってものを覚えたからなんですけど、皆さんは単純にまず1個聞きますよ。皆さんは左腕の役割とか右腕の役割って本当に理解してますか？あとスイングってどういったプレーンで振ればいいかとか分かってますっていう話なんですよね。多くのアマチュアは上から、はい、ね、そうですね、カット軌道できて、はい、シャフトが寝て、はい、打つとスライスが出来上がったりとか、うん、チーピンが出来上がったりとか、はい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 、っていうことになるんですけど、皆さん多くの皆さんが多分こういう膝立ち打ちやったら、はい、ドライバーでもいいですよ、ティーアップして、うんうん、これは今直置きですよ、はい、アイアンの膝立ち打ちは簡単です、はい、あのアイアンのティーアップしての膝立ち打ちなんか誰でも出ます、はいはい、なんか僕最近インスタグラムでやったから、はい、女の人からなんかレッスンやってたんですよ、そうやって振るんですよって、はい、バッチバチのフェーダーやねんけど、そう全然こうやって簡単に打てますって打ってる映像見してるんですけど、はい、打ててへんやん、当たってるだけやんそれっていうのを見してるんです。いや、クラブの構造を考えたらお前フェード出るとおかしいって分かるよっていうのも多分腕の使い方を理解しないんですよ。でも膝立ち打ちを教えてるんですよ、そのくせに。アイアンのティーアップで膝立ちこうやっていってフェードしてるんですよ。で最初左行っても OK って言ってるんですよ。まあそれは間違いじゃない、確かに最初は。それでもね、ティーアップするんじゃなくて、これ今マスさん直置きですよ、はいはい、これを打つためにはマスさんって何か意識を変えたんですよね。これ今現在ですよね。最初はどんなんでした、やった時。もうダフルか
バリバリ、もうチーピンくらいの引っ掛けが出るかみたいな感じですね。もうみんなそうですね、はい、最初ひこれでスライス出るってまだありえない、ね、あそうですね、はいはいはい、直置きやったらね、はい、直置きのアイアンの膝立ち打ちは、うん、チーか、はい、ドチーか、うん、ドフックか、はい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 、あとモロダフリか、そうですね、うん、ベコーっていう感じが普通だと思うんで、やったことある方やったら多分皆さん、おそう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 、うん、悩んでんねんとかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、マスさんはそうなんですね、これは特にハマったドリルがあったんですよね。シャロープルアップドリルっていうのがあったんですね。ダダハマりして、あれを意識して以来もうダフルっていうのがまず完全になくなってですね完全になくなったんですよ。1回もダフらないですね。ダフらないですね。だって下手しい俺より上手いんちゃうんですよ。いやいや、まだやっぱ引っ掛けがありますからね。まだ言うてもまだまだ、そうですね、そんなまだ神の領域にはまだ、そうですね僕これまっすぐ飛ばしますからね。そうですね、本当まっすぐですね。ハマりました。理解できたってことが早いですね。そうなんです、こうやってハンドアクションとか腕を振るからダフらへんのかとか、正しい位置に振り出せるかっていう、そう正しい、そうですよね、そう正しい位置に、あれ多分皆さん概念変わりますよ結構。確かにめっちゃ大きかったですね、それ。多分 WGSL のチャンネル見ていただけてる方って、あのね、前倒しっていうワードを使うんで、あの上から振ってると思ってる人、上から振ってこれ打てると思いますよね。そうですね、無理です。どの関節を使ってどのプレーンで振ってくるのかっていうのを、これね、いくらやっても多分上手くならない。あのね、上手くなるとしたら当てるのが上手くなる。確かに。これはプロ感覚的に当てるのが上手くなる。で、たまたままっすぐ飛んでるだけ。それをまっすぐ飛んだと思って、それを僕にチェックされたら、多分おそらく多くの方が、いや、エラーだらけ、はい、なるほどっていう結果が待ってると思うんで、じゃあどうすんねんって言ったら、やっぱり正しい知識を入れるんですよ。やっぱりね、皆さんね、情報がお金やってことをもっと理解すべきですよ、本当に。理解しひんから YouTube いろんなとこ見あさ、ただでね、見あさって上手くなった気でいるんですけど、うまくならないですよ、はいはいはい、無料って上手くなる部分もあるけど、余計な知識が入っていくがいくほど、あのビジネスでもよくあるじゃないですか、競合を見るじゃないですか、ビジネスで絶対で、競合がなんぼで売ってるからうちもなんぼに値段下げなあかんわとか、ほう、だから競合を見れば見るほど平均値にどんどん近づいていくんですよ。なるほど。で、それが安売りしてるところがあればあるほど、どん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 価格が下がっていくわけだから。で、それと一緒でいろんなものを見すぎたら、いらん知識が入ってくるんですよ。さっきの競合の話で言うと、競合を知らんかったら値段って自分で決めて終わるんですよ。なるほど、なるほど。自分が思った価格なんですよ。だって自分が思った価格でも、競合を見る、1個見る、2個見る、10個見る、あれ俺が決めた、最初に決めた価格よりも5000円も安いぞって思ったら、そこに下がっていくわけで、いらん情報が入ったから値段が下がったわけじゃないですか。ゴルフスイング作る上でも、知識っていうものを、いろんなものを入れすぎると、確かに知識は蓄積されるんですよ、いろんなもの、でもこんがらがってくるんですよ、はいはい、だってあそこのプロはこう言ってたもんな、でも WGSL こう言ってる、はい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 、だからこういったことが起きるから、みんな WGSL は信じていいんかとか、わけわからんこと言い出すんですよ。検索ワードみたいな出てきますね。ありますよね、WGSL って入れたらなんか出てきますよね。信じていいのか、笑っちゃうんですよ。信じるも何も俺じゃなくて、結果を見してるやんけっていう。確かに確かに、結果を見してるやつ、はいはいはい、俺以外おらんかいなって思って。いや、そうですよね、違う結果ですからね。そうですよ、結果を見せてるのに信じるも信じるもないやろ、はい、結果やんけこれが。確かに、信じていいのか、信じていいのかっていう、結果も出しへんかったら疑ってる。なるほどなるほど、まあまあ、何人シングルってしてるんですか、はい、日本で俺よりシングルしたやつおらへんな。本当ですよね。いないですねっていうところなんで、はい、こういったものも、膝立ち打ちっていうのは単純に腕を振ることを覚えるだけではないっていうところなんかも、そうですね、はい、面白いですね。やっぱりね、関節をどう使っていくと、はい、あ、こんな風にしか動かなくなるんやとか、まあ、まさにそうです。こんなこと誰もどのプロも言ってくれへんかったけどって、そりゃそうですよ、プロは勝手にできてるから、ね、っていうところがあるんで、ドリル取り組むなら、はい、正しい知識を入れた上で、見よう見まねじゃ分からん部分っていっぱいあります、はい、できてる気になってるだけの人が多分多いです、はあはあ、だってね、クライアントになる方っていうブロマが見て、はい、で必死に取り組んできた方が僕の目の前で言ったら、はい、エラーって言われるからね。
ていう結果が待ってるんで、やっぱそこに正しく向き合って最短の道で上達していく、最短の道で寝具になるためにもやっぱりコストをかけた方が早いんじゃないかなと思ったりしますけど、マスさんは勝った方が早いですよね。これはこれは勝った方が早いですし、はい、これだってこれ打てたら普通のドライバーの膝立ちなんか楽勝ですよ。多分めちゃくちゃ楽勝ですね。だって 何を見せる要素があるかなと思うんですよね。だってティーアップシーンね、そうですね、しかもヘッドでかいね、はいはい、しかもそのこのドリルで僕感動したのが、手元低く落ちるってそういうことなんやと思ったんですよ。あ、そうですよね。そう、手元低く落とすってやっぱ聞いたことあるじゃん、はい、僕も聞いたことある、ね、一生懸命こう低く低く低くって思ったんですけど、はい、それで低くなるんやったら誰でもできるわけね。ですよね。だから神のグリップはあんなに落ちてくるんですよね。それがまさにこのドリルだったりしたんで、膝立ちやってるようですけど、実はこれその手元とかそういうのを僕今つけてたりするとか、ね、はい、でハンドアクションの、そうですね、ハンドアクション、腕の振り方っていうのをこれで覚えれるようになって、はい、皆さんも私と一緒ぐらいもしかしたらグリップ落とせるようなのかもしれないですよ。あ、まあ私と一緒ぐらいってことはガルシア飛んだじゃないですね、はい、膝の高さっていうやばいですね、やばいっすね。あれでダフラン理由は何でかっていうのがこれを買っていただいたら分かってくると、そう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 、不思議するかもしれないんで、うん、はい、ご購入いただきたい。あ、ご購入、うん、買え、ご直球、ご直球買えということでハンドアクション協会会長として、はい、はい、腕の振り方っていうものを伝えるためにこの膝立ち打ち直置きアイアンでの膝立ち打ちの映像を見ながらいろいろと皆さんにとって価値のあるものをお話できたんじゃないかなと思っておりますので、今すぐ高評価ボタンを押していただいて、チャンネル登録まだしてへんっていう方はチャンネル登録してもらって、ありがとうっていうコメント一言でぐらい、あ、ね、入れていただけたら、ね、私は正直偉そうに言ってるけど嬉しいです。本当に喜ばない。めっちゃ嬉しいです、はい、ということでチャンネル登録と高評価ボタンとコメント入れていただくと10万人というものが見えてくるんじゃないかなと思ってますし、皆さんの力がないとさすがに達成できないと思っているんで、はい、本気で頑張ってやっていこうと思っておりますので、今後とも応援よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。